うわー、めちゃくちゃいい香り、絶品。皆様こんにちは、イートキングコングです。今日は人気シリーズ、フライパン一つでできるフライパン蒸しです。前回はこちら、豚肉ともやしでした。今日の材料はこちらです。豚肉とじゃがいも。今日もフライパン一つだけで簡単に美味しい料理をご紹介します。それでは行きましょう。それではまず合わせ味噌だれを作ります。みりん、酒、砂糖、最後に味噌です。じゃがいもを切ったらお水につけておきます。軽くでんぷんを洗ってザルにあげます。水気を切ったら耐熱皿にのせます。ふんわりとラップをかけて電子レンジです。600ワットで2分から3分加熱してください。じゃがいも、玉ねぎ、豚バラ肉、そして合わせ味噌だれが用意できました。フライパンで蒸し煮にしていきます。フライパンに玉ねぎです。続いてじゃがいも、豚バラ肉を広げてのせました。最後に合わせ味噌だれをかけます。すべての材料が入ったら蓋をして弱火で加熱です。煮込んでいる間に彩り用のサンド豆、こちらを加熱していきます。加熱といっても電子レンジでめちゃくちゃ簡単です。さっと洗ったら両端を落とします。斜めに3等分にカットしておきます。耐熱皿にのせます。ふんわりとラップ、これで電子レンジ600ワット1分加熱です。10分経ったら一度蓋を開けます。
弱火で加熱することで焦げずに野菜から水分を出すことができます。ある程度水分が出てきているのでもう一度蓋をして最後に中火で5分です。5分経ちました。火を止めて蓋を開けます。軽く混ぜたら再度火をつけます。サンド豆を入れます。お味噌の香ばしい香りがしてきたら完成です。これがパパの三つ星おうちご飯、フライパン一つでできる豚肉とじゃがいもの味噌煮です。お味噌のいい香り。それではいただきます。うわ、じゃがいもホクホク、お味噌の塩加減がバッチリです。さらに続いて生姜をねちょっと崩して、僕は生姜好きなのでたっぷりいきます。こんな感じで、うわー、めちゃくちゃいい香り、絶品。じゃがいもの味噌汁が美味しいように、じゃがいもと味噌の相性ってめっちゃいいんです。そこに豚肉の旨味が加わるので、これ絶品です。一見手の込んだこの料理がフライパン一つでできます。ご飯にもお酒にも合うので、ぜひ献立の一つに加えてみてください。今日の動画が参考になりましたら、ぜひチャンネル登録と高評価、通知ボタンの方もよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。イートキンコングでした。バイバイ。今日のレシピは油を使っていないのでめちゃくちゃヘルシーです。さらに水分を加えていないので野菜本来の旨味と栄養が詰まっています。これは美味しい。うーん、止まらない。